な感じにしようかな、今までにないくらい派手にしちゃうとか。あ、でも彼はクールな感じの方が好きかな。超悩む。凝りまくって超絶技巧デコにするっていうのもありなのかな。表面処理してサフ吹きまで完璧にやったし、墨入れして立体感は出したし、あとはラインストーンでゴージャスにデコっちゃう。私の独り言聞いてたよね。マジはずいんだけど。ああ、もうダメ。ちょっと待ってよ、もうやばいやばいやばい、テンションマックスやばいんだけど。よし、鳥も騒いで落ち着いたもんね。このガンプラは実は秘密にしてたけど言っちゃおう。実は今君のためにガンプラをデコってたの。本当は完成まで内緒にするつもりだったけど。でね、ガンプラを完成させるためにどうしても欲しいパーツがあるんだけど、一緒にミッションやってくれない？やった！めっちゃ久しぶりだね、二人でミッションするの。うまくバトれるかな。君の力貸してね。クエストクリア！私たちなら余裕だね！
り君は最高だね。めっちゃ楽しかったし、自由にデコったガンプラでバトルするのって超気持ちいい。これって全部君のおかげだってさっきバトルしてて気づいたんだ。私親の都合で引っ越しが多かったせいで、子供の頃はあんま友達がいなくて、家でずっと携帯とか鏡とかあるものを何でもデコって遊んでるような感じでさ、その流れでガンプラをデコるようになって、次第にガンプラバトルで友達が増えていって、デコるのもバトルも超楽しいって思ってやってた。それでガンプラ学園に入学したけど、生徒会が強さこそ正義だなんて言い始めてさ、正直この学園をやめようと思ってた。私が大好きなガンプラはここにはなかったし、どんなデコでも受け入れてくれて、誰でも自由に楽しめて友達と盛り上がれる、それが私のガンプラだったから。だけど最近はまた超楽しいってなってる。そう思えるようになったのは君のおかげ。超感謝してる。本当ありがとね。デコるのもバトルも前より超好きになった。だから言葉だけじゃ足りなくて、君に私がデコったガンプラをあげたくて、その受け取ってほしいな。私多分その君が好きなんだと思うし。マジ？やったー！まだ完成してないから超スピードで作るし。てか私君との約束明日だって勘違いしてて、それでさっき夢中でデコってたってわけ。デコりながら君のことずっと考えてたんだ。マジこれヤバくない？めっちゃ純愛じゃない？こんな私だけど、これからもよろしくね。よーし、自由にデコれるガンブレ学園のためにみんなで力を合わせて生徒会を倒しちゃおう。みんな、ついにこの日が来たわ。生徒会本部に乗り込む日が。絶対に勝ちましょう、ユイ先輩。もうこそこそとガンプラを作りたくないです。完成したガンプラを取り上げられたくないです。今の私らならいけるって。絶対勝てる。みんなのガンプラをデコった私を信じて。対生徒会用特殊塗装はチナチーにしかできないものね。ありがとうリーダー。準備はいい？はい。なにこれ、どうなってんの？生徒会室に行くにはこの扉を開けなきゃいけないってわけ？超面倒い。一般の生徒が入れないように厳重にロックされてるのよ。とうとうここまで来たか。学園の秩序を乱すハントどもめ。いや、今日ぐらいは正しい名前で呼ぶとしようか。サイドゼロの諸君。副会長。ねえ副会長、ここのカードキーちょっと貸してほしいんだけどな。ダメ？興味深い提案だ。だが答えはノーだ。カードキーが欲しければ俺を倒すがいい。強い者だけが生徒会室への入室を許可される。それなら超チャンスじゃん。私らのガンプラマジ強いし。その代わり貴様らが負ければサイドゼロはこの場で解散しろ。騒乱の罪で以後ガンプラバトルも禁止する。そんなのひどすぎる。必勝の精神を持たぬ弱者はバトルフィールドに立つ資格さえない。今すぐ消え失せろ。そんなの簡単じゃん。勝てばいいんでしょ？不愉快だな、神坂。貴様の噂は聞いているが、無根拠な自信は愚者の証だ。大鳥、準備はできているか？はい、すべて整っています。では
ショーの始まりだ。これは一体何ですか？このバトルは生徒会オフィシャルとして全学園に向け配信する。お前たちの負け姿を見れば反旗を翻そうとする愚か者はいなくなるからな。それって私のデコったガンプラがみんなに見られるってこと？超最高じゃん。早く始めよう、ガンプラバトル。今の言葉よく覚えておくがいい。数分後には後悔することになるからな。後悔するのはそっちじゃん。リーダーがいれば私らは絶対負けないし、リーダーが高めた学園のバイブスここで下げるわけにはいかないし、みんなやっちゃおう。ついに生徒会本部との戦いにまでこぎつけたサイドゼロ。気合十分、デコリは存分。神坂千夏は立ちはだかる壁が高いほどド派手にデコらずにはいられないのでしょうか？生徒会オフィシャル配信により全校生徒が見守る中、この学園の行く末を決める対決、その前哨戦となるガンプラバトルの火蓋が切って落とされます。それでは白熱のバトルにレディーゴを乱す反乱分子め、すぐに潰してくれる。好きな機体はビクトリーガンダム。佐久野凛子が今日も実況をお届けいたします。希望の火は消さない。ミカグラユイ出撃します。さあ、ギミック解放のクエストです。大胆勢力を撃破してギミックを利用しちゃいましょう。クエスト開始だ。さて、どうでサイドゼロ。プレイヤー4、撃破されました。クエストもどんどん行きましょう。やった、クエスト
クリア。いい調子だね。私は逃げも隠れもしない。さあかかってきなさい。悪いが先に行かせてもらう。遅れた者は花火を眺めているといい。チームレッド、ポイント獲得です。さあ次のクエストもどんどん行きましょう。相手をするまでもない。プレイヤー6撃破されました。お、敵じゃん。よくわかんないけど倒しちゃっていいんだよね。プレイヤー4撃破されました。プレイヤー5撃破されました。このクエストはチームレッドが持っていった。ブルーも負けていられません。この程度のクエスト造作もないな。次に行こう。今チームブルーの手にキーパーツが渡りました。さあ回収は間に合うのか。なんだと、こしゃくな真似を。お前ならここからどう動く。
このクエストはチームブルーが持っていった。レッドも負けていられません。クエストクリア。いい調子だね。遅い。このクエストはチームレッドが持っていった。ブルーも負けていられません。クエスト失敗か。まあまだなんとかなるっしょ。悪いが先に行かせてもらう。遅れた者は花火を眺めている。さあ本気を出させてもらおうか。ありえないことだ。水は地上から天に向かっては流れない。なぜ俺が負けた。これがサイドゼロの力だもんね。みんなで自由に楽しくのびのびと戦えばありえないことが起きちゃうもんね。生徒会が決めたルールだ。勝者には従おう。やった。約束通りカードキーをちょうだい。いいだろう。勝者が正義。それが我が学園のガンプラバトルだ。生徒会室への入室を許可しよう。だが生徒会長は、勇気は俺よりもはるかに強い。あいつを楽しませることができたなら、お前たちは本物だ。大鳥、お前も自由にするがいい。副会長。お前が生徒会と不満分子たちの干渉剤になり、生徒の暴発と生徒会の暴走を防いでいたことは知っていた。しかし大鳥の強さゆえにそれを見逃していた。もう板挟みになることもあるまい。ミカグラやコウラの元へ行くといい。ありがとうございます。神坂の塗装には目を奪われたよ。自由に塗られたガンプラは美しかった。バトルの最中、俺は懐かしい気持ちになった。子供の頃、一生懸命に組み上げたバンシーノルンで初めてガンプラバトルをした時のような楽しさを感じたよ。その瞬間から
俺は勝敗などどうでもよくなっていたのかもしれない。乾杯だ。ガンプラバトルは強い人が勝つんじゃないわけ、一番楽しんだ人の勝ちなのだよね、リーダー。さあこの調子で会長のとこにも乗り込んじゃおう。そんでド派手なデコを解放しちゃおう。